私変身したことないので、思いっきりやったらいいんじゃないみたいな1年経てば、はい、あの成長はいずれしますという、はい、アドバイスをいただきました。アドバイスかな、ありがとうございます。いいですね。どうでしょう、心ちゃん一押しのケミーをここで発表していただけないでしょうか。ザ・さんと、うん、ユニコーンですですあのリンネちゃんが、ねね、はい、夢の世界にいるときにこう2つ2枚カードを持ってるんですけど、そのケミーがザ・さんとユニコーンっていうあのケミーでして、その時に初めてこう変身シーンを練習というか、あの、はい、見るご自身でね見る日だったので、そこに私も隣に立ち会えたっていう、その状況的にすごく思い入れのあるケミーだなと思います。あー、そのシーンの時さっきね、あのお話ししてたっていう話されてましたけど、はい、どんなお話をされてたんですか、お二人で。でも、うん、私変身したことないので、なんか思いっきりやったらいいんじゃないみたいな大丈夫ね、はい、なんか慣れるよ1年経てば変身シーンなんてみたいな終わりには、ね、なんか慣れるから、はい、そのね、緊張しなくてもね大丈夫だよっていうお話を聞きましたよね、はい、アドバイスをいただきました。アドバイスかなでも大事なことですよね、やっぱそういうのね、はい、うん、考えすぎないとか。そうですね、彼らを見てたので、うん、あの1年経てば、うん、あの成長はいずれしますという、はい、素晴らしい。ましたでもまさにその通り、でもすごい心強かったですよね、やっぱりね、はい、そばに本当に先輩が近くにいてくださるだけですごく嬉しかったです、うん、ありがとうございます。素敵です、そのシーンももう一回それを踏まえてみましょう、みんな。